都ホテル甘ヶ崎は兵庫県甘ヶ崎市にある都ホテルズリゾーツチェーンの超高層ホテル。甘ヶ崎総合文化センターを構成する施設の一つである。ホテルの建物は1993年9月に住友生命所有の住友生命ニューアルカイックビルとして竣工した。同月には株式会社ホテルニューアルカイックが運営し、ホテルニューオータニと提携する。 シティホテルとして開業。当初はホテル名をホテルニューアルカイックとしていたが、2007年にホテル運営会社、近鉄ホテルシステムズの親会社である近畿日本鉄道が建物と株式会社ホテルニューアルカイックを取得したことにより、2011年4月に、とホテルニューアルカイックに改称した。また当ホテルは、 天ヶ崎総合文化センターを構成する施設でもあり、建物内には多目的ホール、アルカイックホールオクトが設けられている。なお、2019年4月のブランド再編で、名称を、とホテルニューアルカイックから、とホテル天ヶ崎に変更した。2021年3月25日に、近鉄グループホールディングスが発表した、ブラックストーングループへの売却対象ホテル8つの、 うちの一つに含まれ、10月にブラックストーンが過半を出資する会社が所有者となる見通しである。運営は近鉄グループが継続し、施設名、従業員の雇用は維持される予定である。ありがとうございます。